わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は崇城大学芸術学部美術学科の芸術文化コースについて紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学芸術学部美術学科芸術文化コース、関根弘子教授の研究室じゃ。一体どんなことを学んでおるんじゃ。5コース美術学科にはございますんですけれども、まあ、そのうち の4コースは、まあ、制作系のコースでしてですね、で唯一、まあ、学芸員とか文化財の担当ですとかですね、県とか市とか、まあ、そういうところに就職したいと思う学生さんも中にはいらっしゃるので、そういうものを勉強して、まあ、そういうできるだけ学芸員とか学芸に近いような、美術に関わるようなね、専門家を育てるというような意味で、まあ、作られたコースでございますね。でまず卒業のためには124体というのを取らなきゃいけないんですけども、その中には、だんだん徐々に専門の芸術文化コース専門の科目が学年が上がるに従ってですね増えていくんですけれども、やっぱり西洋美術史であるとか、東洋美術史、日本美術史とかですね、あと考古学とか、まあ、いろんなことをとにかく勉強していただいて、まあ、広い知識を身につけていただいて、学生さんにですね、で、まあ、旅立ってというか、そういう希望、初心の希望をなんか達成できるような形で、まあ、就職をしてもらいたいということでですね、まあ、いろんな科目を、はい、設定させていただいております。ふむふむ、具体的にはどんな研究に取り組んでおるんじゃ。サクロモンテという言葉自体聞き慣れなくていらっしゃると思うんですけれども、聖なる山というような意味になります。でその山の上、小高い丘であるとか山の斜面に巡礼施設が作られておりまして、それが、まあ、複数のお堂で構成されてましてですね、でそのお堂の中に、まあ、キリストの生涯であるとかマリアの生涯であるとか一堂一堂ですね、場面を彫刻や絵画や、まあ、そういったもので表現して、で、まあ、最後までたどるとキリストの生涯やマリアの生涯がたどれるというような形でですね構成された巡礼施設がありましてですね、北西イタリアのですねアルプス山脈の前山地帯に点在してるんですよね。でそれを、まあ、私は研究させていただいております。もう山に建てられてるんですよね。あるいは小高い丘とかですね、山の斜面とかに足で歩いて見て歩かざるを得ない、どうしてもそういうところですので、もう宇宙が対象じゃないんですけど地球が対象っていう感じの調査に、まあ、なってきますので、非常に、大変なんですけれども達成感がありますし、あと特に初期の頃の施設は美術作品の質がものすごく高いんですね。まあ、素晴らしい作家が関わっていたっていうこともあって、もう見る楽しみもありますしですね、でいろんな切り口もテーマとしての切り口もあって、もう一生かけても終わらないくらいではないかなと思っております。ここ数年の研究課題がですね、サクロモンテの中でも一番最初に作られたバラードのサクロモンテの、一番最初期の礼拝堂を飾っていたのが彩色の木彫だったんですね。だんだんそれが木彫から、お堂の中がテラコッタの塑像の方に切り替わっていくっていうことがもう事実として分かっておりましたんですけれども、次の段階の申請段階で、今度は、サクロモンテ群全体をですね、まあ、劇場というふうに捉えて、まあ、できるだけ目で分かるような形でちょっと研究成果としていつかはね発表させていただきたいなというふうに思ってるんですけども。関根教授の研究は今後どのように生かされていくのじゃ。こういう本をですね、サクロモンテの起源という本をまとめさせていただきましたけれども、今課題として研究費もいただけるようになった課題も、まあ、ゆくゆくはですねきちんとした形でまとめたいと思っております。学生さんの中にもスリランカ美術に興味があって、ゆくゆくはスリランカまで留学してですね研究したいって考えてくれている学生さんもおりますの で、やがてはやっぱり彼女の研究をこういう本の形でですねまとめてくれたら、もうそれこそ本当に教員冥利に尽きるかなと思っております。崇城大学芸術学部美術学科芸術文化コースの活躍がますます楽しみじゃ。